フォルカー・シュトラッセンは、ドイツの数学者、コンスタンツ大学数学及び統計学科の名誉教授である。アルゴリズム解析に重要な貢献をし、数々の賞を受賞している。カントールメダル、EN、コンラートツーゼメダル、乱数を用いた確率的素数判定法に対する、EN、パリカナロキスアワード、アルゴリズムの設計及び解析についての独創性に、 富将来生徒影響力のある貢献に対するクヌース賞などである。1936年4月29日、デュッセルドルフ・ゲルレスハイムに生まれる。いくつかのドイツの大学で音楽、哲学、物理学、数学を学んだ後、1962年にゲッチンゲン大学にて、コンラート・ジェイコブスの指導のもと、数学の博士号を取得する。 その他リフォルニア大学バークレー校での統計学で職を得る。同時期にドイツでの大学教授職を得るために必要な資格を取るためのハビリタチオンをジェイコブスが移動していたフリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン・ニュルンベルクにて行っていた。1968年にはチューリヒ大学応用数学科に移り20年間勤めた後1988年に コンスタンツ大学に移動する。1998年に引退。シュトラッセンは初めは確率論を研究していた。1964年の論文案インバリアンス、プリンシプルフォーザローオブザアイテレーテッドロガリズムは、重複対数の法則の関数によるある表現を提案し、ランダムウォークにある種のスケール普遍性が存在することを示したものである。この結果は、ュトラスセン、S。 インバリアンスプリンシプルはるいはストラッセン、エスローオブザアイテレイテッドロガリズムとして知られる、非引用回数の多い著名なものである。ストラスンは、この結果によって1966年での国際数学者会議で招待され講演を行うこととなる。1969年には、研究の重点をアルゴリズム解析に移しガウスの消去法に関する論文を表す。 この論文では、シュトラス戦のアルゴリズムが導入された。行列の情報を素朴な方法でかかる時間をよりも、高速に実行できる初めてのアルゴリズムである。この論文ではさらに、この高速な行列情報のアルゴリズムに基づいて、逆行列を全近的に高速に計算するアルゴリズムも提示されている。この結果は、画期的なものであり、これを受けて、 行列積の計算の高速化に関する研究が活発に行われた。後の理論的改善にもかかわらずシュトラス線の提案した方法は現在でも密な行列で、サイズが中程度から非常に大きいものの乗算を計算するための実用的な良い方法であり続けている。1971年には EN、アーノルド・シェンネージと共に、 高速フーリーエ変換に基づいた全近的に高速な整数の乗算のアルゴリズムを発見する。シュトラス線は、また1977年の EN、ロバート M ・ソロベイとの仕事である、ソロベイ・シュトラス線素数判定法でも有名である。これは与えられた数が素数であるかを確率的に多項式時間で判定できる初めての結果であり、またより一般的に確率的アルゴリズムの 有用性を初めて示したアルゴリズムの一つである。1999年、カントールメダルを受賞している。2003年には、EEN、パリカナロキスアワードを、ロバート・ソロベイ、ゲイリー・ミラー、マイケル・ラビンと乱数を用いた確率的素数、判定法に対して、共同受賞している。2008年には、クヌース賞を、アルゴリズムの設計及び解析についての独創性に、 富将来性と影響力のある貢献に対して受賞している。2011には EN ケゼルシャフトフュアインフォーマータクの EN コンラートツーゼメダルを受賞している。2012年にはアメリカ数学界フェローに選出されている。ありがとうございます。